世の中には他人を攻撃せずにはいられない人がいます。そのような人は自分のストレスを発散するために他人を攻撃します。自分の不満を解消するために他人を攻撃します。自分の劣等感を紛らわすために他人を攻撃します。そのような人に攻撃されたとき、自分を守るための選択肢は3つしかありません。戦うか逃げるか何もしないかです。攻撃してくる人と戦って勝てば自分を守ることができます。しかし、攻撃することでしか自分の心を癒すことができない人と戦って勝つ可能性はかなり低くなります。なぜなら、そのような人は自分が勝てる可能性の高い人を狙って攻撃するからです。例えば、そのような人は自分より立場が下の人を狙って攻撃したりします。上司の言うことは絶対だ。年上に逆らってはいけない。先輩に意見を言ってはいけない。などといった観念を押し付けて、自分が攻撃されないようにします。自分は攻撃できるけど、相手は攻撃できない。という安全な位置から攻撃するから、絶対に負けることはありません。また、そのような人は、自分より力の弱い人を狙って攻撃したりもします。明らかに自分より力のない人に対して、俺の言うことを聞かないと殴るぞ。俺に歯向かってきたら怒鳴りつけるぞ。と脅すことで、自分は攻撃してもいいけど、相手は攻撃をしてはいけない。という、絶対に勝てるポジションを築きます。他人を攻撃することでしか精神を安定させることができない人は、自分に攻撃してこない人、あるいはたとえ攻撃されたとしても絶対に勝てる人を選んで攻撃します。なので、そのような人の攻撃のターゲットにされた時点で勝てる可能性がほとんどないということになります。勝てない相手と戦ったら自分を守ることができなくなります。なので、そのような場合は、逃げるか何もしないかの二択になります。他人を攻撃することでしか、自分の心を落ち着かせることができない人は、不満な毎日を乗り越えるために、誰かを攻撃する必要があります。そのような人に対して、早く攻撃をやめてくれないかな、と願っていても、相手の攻撃が終わることはありません。そのような人に対して何もしないでいると、こいつは黙って攻撃を受けてくれる便利なやつだと思われるようになります。相手の攻撃を我慢すればするほど、相手の心を癒すための使いやすい道具として扱われるようになります。負ける可能性が高い人と戦うのは、自分を守るための得策ではありません。もし、そのような人と戦って勝てたとしても、相手の攻撃が終わることはありません。他人を攻撃することで、なんとか辛い毎日を乗り越えている人が攻撃をやめることはありません。そのような人に勝ってしまうと、相手の攻撃はどんどん陰湿化していきます。相手はあなたに気づかれないように、あなたに仕返しされないように、攻撃してくるようになります。ということで、他人を攻撃せずにはいられない状態になっている人に攻撃されたときは、ほとんどの場合、逃げるのが最善策になるということを忘れないでほしいと思います。攻撃されたときに、あなたがするべきことは、傷つかないように自分を守ることです。逃げれば自分を守るという目的を達成できるのだから、恥ずかしいと思わずに堂々と逃げてしまいましょう。